さて、まずはプロ初完封勝利を挙げました。その味はいかがですか？分かるで良かったです、はい、まずは今日の登板に向けどんな思いを持ってマウンドに上がったんでしょうか？まあ、前回やられてるんで、絶対やり返すと思って、準備しました。序盤もランナーを出しながらも粘りのピッチング心がけていたことは何ですか？まあ、とりあえず低め集めて、なんとか、ゴロを打たせようと思って投げました。そして6回は相手の怖いところ、坂本選手、岡本選手、中田選手と三振で退けました。あの場面はどうだったんでしょうか？まあ、そこがすごい大事だと思ったんで、まあ、もう一回気合い入れて投げました。その直後、隣にいる鈴木選手からタイムリーを打たれました。小倉投手、頼れる4番が1本はいかがでしたか？僕が投げてる試合はいつも打ってくれるんで、まあ、どうせ打つだろうと思って見てました。さて、好投続いて8回ゼロを刻みました。そして9回マウンドに上がりました。その時の気持ちはいかがだったんでしょうか？もう最後、絶対締めると思って、初回のつもりで全力で投げました。改めてになりますがファインプレーもありました。勝利が決まった瞬間、相澤選手として監督からも声かけられましたね。勝利の味はいかがだったでしょうか？まあ、監督時代から2回目なんで、すごい鳥肌が立ちました。そして貴重なタイムリーになりました。鈴木誠也選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。0対0で迎えたあの打席、どのような気持ちで打席に入りましたか？トコが、頑張ってたんで、まあ、0-0 で、あんまりいい流れじゃない中で、1本打てたんで良かったです。選手にはどのように映っていましたか？ずっと、いいピッチングをしてくれてたんですけど、なかなか価値をつけてあげられなかったんで、まあ、今日こそ、なんとか価値をつけてあげたいなっていう思いで、いたので、僕の大嫌いな得点圏で回ってきて皆さんどうせ打たないだろうなと思ったと思うんですけど、期待を裏切れてよかったです。
全部全力で、勝てるように、こうやってたくさんの応援が、ファンの皆さんが、毎日応援してくださるので、すごい力になりますし、しっかり勝てるように皆さんにいい思いをさせてあげれるように、しっかり頑張っていきたいなと思います。意気込みをお願いいたします。試合に勝てるように頑張ります。応援